そういうとこだと現場もみんな若いし、はい、スタッフもそんなに、はい、あの怖くないので、はい、山田組行くととにかく怖いっていうかもう緊張するし、現場もすごいピリピリしてるし、役者からのカメラから照明からやっぱりもうすごい人たちばっかりだから、はい、ちょっともう組んじゃうんで、あの1回出て合格だったらもう出たくないと思ってたので、そのくらいのあれなんですか。泉ピン子さんが随分やられたって言ってましたよね。で1回目は全然怒らなかった、うん、でそれで合格だったらもう一応やめなくて済むんならいいやと思って、次になんかすごくいい役で話が来たんで、それはどうしても出たくないっつって出なかったんですけど、今考えたらすっごいもったいないんですよね。そっからブレイクしたかもしれない。もう絶対ダメで嫌だっつって、やっぱ現場でこうあれですか、結構厳しいですか、山田さんの演出は。厳しいですね。俳優に対してですか。俳優に対しても芝居にね、まあ、スタッフもね結構怒ってますもんね、全員に厳しいです。自分にも厳しいし、やっぱそういう人じゃないとね、ああいうのできないんですよね、でそれを出なかったんで、もう結構、で美咲さんとの接点はいつですか。ですもうそれ出なかったくせに、今度黄色いハンカチを取るっていうのを聞いて、急にまた出たくなっちゃったんですよ、その頃結婚してもう仕事ほとんどしてなかったんですけど、たまたま私が間宮野に住んでて、間宮野麻布の麻布の間宮穴、間宮穴ってタヌキの穴って書くところに住んでて、うちのすぐそばに高倉健さんが住んでたんですよ、でうちの前が高倉健さんのランニングのコースだった、あの人毎日ジョギングしてるんですよ、すごい苦しそうな顔して、それであの顔見知りになって、あの、お互いに知ってたんですけど、その高倉健さんがもう新聞でものすごい嬉しそうな顔してる、そんな嬉しそうな健さん見るの初めてだったんで、ただなんか黄色いハンカチって書いてあったから、もうそれは出なきゃいけないと思って、で正式で行ったんですね。正式、それでどうなったんですか。それで出してもらったんです。あの黄色いハンカチのどこで出てます。あの頭の方です。武田鉄矢 のアパートとかあるあれですか。桃井香織の友達の、あの新幹線 の、 そう、あの売り子の。ああそうですか。もう役ないよって言われたんだけど、もうどうしても出るって。でも出たいっつって出れるだけいいですよね。普通は出れないですから。ずずしいなと。それまでなんか不義理してるし、もう何年もやってなかったんですけど、それで出してもらって、それで次の寅さんに出してもらったんですよ。その時に美咲さんが、美咲さんとはテレビドラマで何回かあのお目にかかったことあったけど、あの別にそんな親しくなかったんですけど、次の寅さんに出る時に私がこう衣装を着てあのセットに入っていったら、美咲さんがあんたに似合う洋服は私が持ってるからって言って、それを着た方がいいって言って、自分も撮影中だったのに家まで取り行ってくれたんですよ、車で。でそれを着て出演して、でそれ以来なんとなくあのお家に遊びに行ったりするようになって、ずっと寅さんに出してもらってたんです。あ、そうですか。81年以降は、はい、それで美咲さんともあの、しょっちゅう会うようになって、プラスあの美咲さんがその子を着付け教室に行ってやってて、それで日曜日は着付け教室に撮影がない時は行ってたんで、その間の宮坂さんがあの病気室でもそんな具合が悪いわけじゃないんだけど、何かあった時に一人じゃ困るからって言うんで、美咲さんの留守の間留守番で行ってたんで、その間散々宮坂さんから毎週ムーランの話を聞いて、それで
それから美咲さんとも会うし、はいはいはい、普段からも会うようになって、はいはい、いろんなとこ連れて行きまして、じゃあそのまあ家にそれであれを行ったりした時に、宮迫さんがもうあれですよね、60近いですか。そうですね、ね、今から30年前ですからね。ですね、それであれですもんね、あの民芸一応所属してるんですよね。所属はしてましたね。でたまに出たり舞台出たりしてた、ね、で私が知ってる間は1回だけですね。その最後の宇野隆吉さんに言われて。そうなんですよね、はい、で映画とかテレビは一切もうやってなかったですね。事件記者が最初の職業でしょ、うんうん、で日活も映画には出てたんですよね、うん、で僕ら の, あの今回プロデューサーが やったあの宮さんとか千葉さんたち の,、うん、あ の, B、あの日活のビーズの人たちなんかで、あの横須賀の前だから有事の門みたいな映画なんだけど、うん、それ宮坂さんと一緒に泊まって、うん、ガス漏れで死にそうになったことがあって言ってましたよ。匂いがおかしいって言ったらもうほとんど過失状態だと宮坂さんが、それで病院に運ばれたんですよ。そういう事件があったりして、結局ほらあのロケに行くともうね、あの俳優さんでもうメインの人は一部屋でどっか入るけど、じゃない俳優さんになるとやっぱりほらあのスタッフの誰かと一緒にこう泊まるとかね、部屋割りがそうなるじゃないですか。でそこでねたまたまガス漏れで、あそうなんですか、もう日課が随分出てましたよって言ってたんですね。まあ、美咲さんも出てましたけどね。じゃあもうその頃は映画の話は全然してなかった。ああ、だからもうパタッとねそれから出てないんですよね。で日活が潰れてからも特にもうあれですから、もうある意味だから悠々自適だったのかな。うん、そうですね。ね、うん、でムーランの話でなんか宮坂さんの話ってなんか印象に残ってるのあります？学物商、はいはい、あれがすごかったっていうの。はいはい。とにかく座席がもう普通の芝居だとみんなこう背中をね椅子にくっつけた状態でいるんだけど、額縁賞になるとみんながもうわーっとこう前につんのめってくる、それがすごかったっていうのを。でもムーランでやったんですかそれ。いやわかんないけど、なんか額縁賞の話をいつもやってた。ムーランが戦後ね21年から始まるんだけど、で宮坂さんたちがあのやるんですけど、客がねなかなか入らないんですよ、なんでかって言ったら帝都座とか、もう新宿のねあそこの駅前の、もうすぐ向かいのとこで額縁賞を始めるわけです。ストリップやるもんだからみんなそっちにお客さん行って入らない、そう額縁賞の話してました。そうですか。あと秋大輔さんの名前はしょっちゅう出てましたね、はい、まあ、出てました、はい、同級生ですからね、本当に仲良かったみたいな、はい。諏訪の中学校で、宮坂さんはもう中学生で、沖合から学校に通ってたんですよ。で最後退学になるんですから、でもう昼間から酒飲んでるわけですよ。でその子分に「お前あれ買ってこい」とか言われたのが秋さんだった。秋さんは真面目な方だったんですよ。とにかくね金持ちの息子でボンボンで、それで不良だったらしいですね。それでイケメンでしょ、でそのまま東京出てきてムーランに入っちゃうんですから。なんか美咲さんとその結婚するあれなんで結婚したとか、それはそれはあんまり言わないんですよね。昔の持ってた話はしてました、戦前の持ってた話はしてましたね。あとなんかこうっていうこういうのをみんな子供が袖の短いの、はあ、着物の袖の短いの着てて、はいはい、それだとその子供に見られちゃうんで、はいはい、なんか親にそれは嫌だっつって、普通の作ってくれって言ったら、そのなんでだっていうのどの子のとかっていうのはよく言ってましたね。とにかく諏訪でも持ってたし、東京で出てからも持ってたっていう話は、ああ、僕はいいです。だから、今、美咲は忙しくてほとんど家にいないけど、うん、あれは仕返ししてるんだよとか言って、うん、若い頃の。美咲さんのね、東京新聞の あの記事、ずっとね、私のあれってのは、ね、あれの中で、随分ね、あの宮坂さんのね、愛人問題で苦労したって話があったって書いてますけどね。それは漏れたでしょうね。なんか物のない時代もあのパパだけこんな厚いコートを着て、あ
思ってたんじゃないですか、かっこいいし。ねえ。それで、美咲さんが、なんかあんまり宮坂さんが、そういうことばっかりするんで、もう別れようと思って、飯田長子さんのところに相談に行ったんですって。で、飯田長子さんが、あんたね、そんなおへちゃでもらってもらったんだからね。そんだけでも感謝しなさいって言って、ここで別れたら二度とないよって言われて、それもそうだなと思ったとか、そういう、そういうね、言い方する飯田さんもすごいなと思って、飯田さんとはなんかもうずっと縁があるみたいですよね、戦前からよく言ってましたね。あとなんかダイヤの指輪を美咲さんが一度買ったことがあって、でも嬉しくってはめてたら、やっぱり飯田さんに、あんた女中の役やって稼いでんだから、そんなもの人前でしちゃいけないよって言われて、で、しまっちゃったらしくて、その指輪見せてもらったんですけどね。で、美咲さんのあれですよね、この、あの美咲さんが一回ムーランが終わって民芸に一緒に入って、それでまあ民芸こうやってる時に新宿でなんか飲み屋っていうかやりましたよね。あれはですよ、何年ぐらいまでやってたんですかね。ちょっとニュースは聞いてない。なんか鉄板焼きの店もう何かで料理作った時になんかそんな話になって、そういうのやってたから私は早いんだよとか言いながら、ただもう全然儲かんなくて大変だったっていうのが、このムーランのプロデューサーの千葉さんなんかそこによく飲みに行ってたんですよ。あ、そうなんですか。で、それを見せ出すきっかけはムーランの作家の中井さんの関係の、いすゞっていう飲み屋があったんですよ、駅前に、そこのおかみさんの関係で出したみたいですよね。7年ぐらい、ムーランが終わってから26年から7年ぐらい、とにかく裏の借金があったんです。もうその話はしょっちゅう。ああ、そうですね。もう金の話はね、どんだけ大変だったかっていう、結局大道具とか小道具とか、そういうところにね、あるでしょ、劇団なんかやったらね、で、まあ、俳優とかあれも切れればもうそこでね、これで勘弁してってなるんだけど、そっち側があるんで普通それ逃げちゃうんだけど、7年間全部返したってことですよね。その話をするともういつも自分で泣いちゃって。ああ、そうですか。とにかくちょっとずつでも毎月返すっていうふうに思ったっていうか、それしかないと思ったんで、自分の仕事した中からもう例えば1000円でもいいから、その毎月そこのそれぞれのところに返しに行って、でそれだけじゃ悪いんで、なんかほうき持ってったとか雑巾持ってったとか言って、そこのね、その掃除だけでもさせてくださいって言ったんだけど、誰もそんな家の中なんか入れてくんなくて、でだからそこんちの玄関の前を掃いてっていうのをずっと毎月やってたら、なんかだんだんみんなが家の中までこう入れてくれるようになって、そしたらなんかじゃあなんか手伝わせてくださいって言って、だから衣装部さんではこう繕い物をして、かつら屋さんではこうなんかやかつらをなんか直すのをやって、で小道具をもうやって、でその借金返し終わった時は全部その仕事を覚えてた。だから私はかつらも作れるんだよって言って、それが後で民芸入った時に役に立ったんですよ。地方なんか行っても、自分でかつらからね、衣装から、他の人の方までこう、できるようになって。すごいですね、その発想がね。ね。で、だから、もうその話はもう、いつも、どんだけその時が大変だったかっていう。
もちろん宮坂さんも働いてそのお金をあれして持っていくのは美咲さんが持っていったわけですか。でも宮坂さんが言ってたのは、あのムーランの頃の話ですけど、もう美咲が全部やって、封筒にお金入れるまで美咲がやって、はいはい、そのお金を作ってきて、封筒に誰々さんって書いてお金入れるとこまでは美咲で、俺の仕事はそれを入って渡すだけだったんだよって、それはあの大変だったろうと思うって美咲さん、宮坂さんが言ってたから、また美咲さんはそういう苦労をなんか全部自分で背負って立つ人だから、どうですか。それで店もやりながら芝居もねやりながらですから。で旦那さんは帰ってこなかったですから。いやよく我慢した。やっぱ対象生まれは強いですよね。いつも旦那さん立ててましたしね。で着物教室だけはずっとやってたんですよ。あれムーランの時代にやったんですよね、三越の。なんか戦後すぐって言ったから。ムーランのあれでさ、写真がねありますけどね。着物ショーを春のあれをやるんで、でムーランの役者連れて。なんか戦後すぐみんなそれまでずっとモンペだったんで、はいはい、また着物を着るようになったんだけど、はい、それがあまりにひどくって、はい、それでなんか。はい着付け教室っていうか、その着物のファッションショーやったりとか、はい、そうですね。だから着物のファッションショーを初めてやったんじゃないですか。初めてですよね。確かそういう風に、うん、あの宣伝はなかったんですよ、うん、でそれはどうとつながってね、うん、今でもあるんでしょ、美咲さんの着物教室ってあります、ね、カンパラさんなんかその生徒さんかなんか着物の方のお弟子さんですよね、すごいですよね、先駆者で。いや、そのやっぱりね、全部覚えたってのはすごいですね。でだからあの、私にもしょっちゅうお金大丈夫かって言って、でうちがあの夫が商売やってるもんですから、私、ね、商売やってたら、必ずお金に困る時があるんだから、そういう時にどうするかで、その。信用なくす人と、私なんか反対にその返したことによって前より信用がついたんだよ、借金して信用をつける方法っていうのもあるんだって言ってたけど、まあ、その人たちが次にみんな美咲さんが何かやるっていう時に協力してくれたって思います。